そりゃやっぱ一番楽しみにしてるの仮面ライダーギーツだよ。あ、もちろんキングオージャーも面白いんだけども、やっぱ一番楽しみにしてるのは仮面ライダーギーツだよ。プリキュア？プリキュアはそうだな、最近は見てないかな。プリキュア派？あ、そうなんだ。てかさ、次回のギーツ、ジットが変身ですよ。いや、来たね。てかもうここまで来たらもうジットがラスボスだよね。そうだよね。いや、楽しみだな。明日かギーツ。ああ、そうだそうだ。いやー、楽しみだ。どうなるんだろうな。あ、じゃあもうそろそろ生放送の時間なんで、じゃあ皆様お願いします。今日も、はい。一ノ瀬ハヤトのオールナイト底辺。ツンツクツンツ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 、パラッパッパッパラレッパッパラッパッパラレッパッパラッパラッパラッパパン、トゥトゥントゥントゥン、パラッパラッパッ。皆様こんばんは。時刻は26時を回りました。一ノ瀬ハヤトのオールナイト底辺。お相手は私、みんなのお耳の恋人、一ノ瀬ハヤトがお送りします。よろしくお願いします。さあ今夜もたくさんのメッセージが届いております。ありがとうございます。では読んでいきましょう。まずはこちらですね。ラジオネーム岩下陽太さんからのメッセージ。一ノ瀬さん、そしてスタッフの皆さん、こんばんは。こんばんは。一ノ瀬さん、 YouTube デビュー10周年おめでとうございます。ありがとうございます。そんな一ノ瀬さんに質問です。10周年企画は本当にやらないのですか、教えてくださいと。これね、特にないんですよね。ね、あれだけロゴ作っといて、特にね、企画は立ててないんですよ。なんでまあね、今後でもまあ相変わらずの私を、見ていただければなというふうに思っております。こんなんで大丈夫かな。大丈夫かな、これで。大丈夫だね。 OK 大丈夫かな。まあこんな感じですかね。はい。じゃあそんな岩下陽太さんには、金のオルナミン C を差し上げます。はい。では続いてまいりましょう。ラジオネーム2023年8月6日の仮面ライダーギーツはお休み。すいません。黙ってしまうと放送事故になってしまうので、一曲いきますか。いきます。はい。ではここで一曲参りましょう。私一ノ瀬ハヤトのファーストアルバム底辺ザベストから目指せ底辺マスター。プリキュアあんの？え？何？開会式？その後キングオージャー？目に来るな、おい。